はい、ユッキーの喫煙動画を始めていきたいと思います。今回は、久々にね、ようやくね、コルツのね、グリーンティーがね、ようやく消費できましたんで、こちら今度は、チェのシャグのメンソール。チェのメンソールということでね、これなんだっけ。これは何グラム入ってんのかな？これサンプル。何グラムとかは書いてないと。いうことでございます。まあいいや。とりあえずこれをね、吸っていきたいと思います。よいしょと。ああ、ようやく吸い終わったよ。コルツのメンス、コルツのグリーンティー。めちゃくちゃまずかったぞ、ほんとに。やっとこさ、お前あれだよ。やっとこさ。吸い終わったよ、ほんとに。やべ。ミスった。ほら、よいしょっと。いや、でもサンプルはありがたいっすよね。本当に。めちゃめちゃありがたい。めちゃくちゃね、サンプルはありがたいんですよ。よいしょっと。よし。それでは、久々に、別なシャグが吸える。よかった。ようやく別なシャグが吸えるよ。フィルターはピュアの、これ何？スリム。ピュアスリムで吸っていきます。で、ペーパーは、スモーキングのブラウン。ね、スモーキングのブラウン。で吸っていきましょう。ちょっと乾燥してるけど、まあ大丈夫だろう。ようやくまともなシャグが吸えると思うと。見た感じ。2g？ 2g か 2.5g ぐらい入ってるな。見た感じ 2.5g ぐらいですかね。この量。ね。サンプルの量 2.5g ぐらい入ってんじゃね。多分 2g ぐらいか。わからん。それでは吸っていきます。うめえ。チェのメンソールうめえな。コルツのグリーンティーがだいぶうめえな。うまいっすね。うまいっすね。これうまい。うまいうまい。なんか癖もなく、かもなく、深くもなくなんだけど、かもなく、深もなくなんだけど、なんていうか。これはあれだな。
すげえスタンダードなうまさ、メンソール。これは初心者にやっぱ持ってこいっすね、これね。やっぱチェは結構やっぱすげえな。俺大体メンソールのタバコって結構好きなんですけど、あ、うまいな。なんかこう、なんかスタンダードな感じ。うん。あー、でも値段550円でしょ。いや、これ入門編としてこれは抜群っすね。あー、特にさ、そのいやまずいとかさ、癖がなんか変な癖があるとかさ、一切ないっすね。メンソールタバコ好きな人はぜひあれですね、これはうまいな。うまいっていうか、いや、うまいっていうか、その、まあ、値段なりなんで、550円なんで、ね、コルツの、チェのメンソール、550円なんですよね。値段安くて、ちょっと試しに吸ってみて、ってなると、やっぱ、これは全然うまいですね。これは試しに吸ってみる価値はあると思います。まあ、値段がやっぱ安い。っていうのと、すげえ、こう、なんていうかな。単純にメンソールタバコでありながら、そこそこやっぱりうまいっていう、うまさのあり。しっかり香りも残しつつ、うん、ちゃんとこのメンソール感があり、あー、うまいなこれな。コルツのグリーンティーを吸った後だとなおさらうまく感じるね。いや、これはこれはうまいな。あれっすよ。コルツのグリーンティーとかに比べると、明らかにその、葉っぱのうまさみたいなのは、断然そっちの方がある。こっちの。コルツグリーンティーはね、香りがね、香りがどうのこうのとかで問題じゃないんですよね。そもそも香りだけじゃなくて、その、タバコのうまさみたいなのは、果たしてあるかって言われるとまるでないんですよ。これは上喫煙には常に喫煙する人にとってはこれは実に癖もなく吸いやすい。うん。うん。だな。個人的にチェの、普通のレギュラーのチェのやつよか、断然美味しい気がする。やっぱね、メンソールタバコって、ああ、俺好きなんだろうな。やっぱな、メンソール。メンソール結構好きなんですよ。でも特に紙巻きタバコと謙遜なくこのうまいなーって感じることのできるメンソールタバコ。で、なおかつ値段が550円と安い。ちょっと失敗してもまあまずいっていう人も、まあでもまあ、うん、まずかったとしても550円のまああれはあるよね。やっぱ値段安いんでちょこっとこう吸ってみるっていうのもありですね。
特に癖もないんで、実にあの万人向けな手巻きのメンソールのタバコだと思います。これはまあ言うてもコルツのメンソールとか吸ったことないからわかんないですけど、でもぶっちゃけた話、コルツのメンソールとか高いからね。若干やっぱり550円っていうのはやっぱりでかいっすよ。うん。全然癖もなくうまいと思える、その、この万能さ。特に確かに目立ったその、なんていうかその、特殊な、香りとか味とかするわけでもねえんだけど、単純にやっぱり、ああ、やっぱ、ああ、普通にうめえわって、言って、やっぱり一袋吸えるレベルの、あの、価値はあるね、これはね。うん。あ、全然美味しい。ああ、これは普通に美味しい。美味しいと思って、まあ、メンソールタバコで普通に吸える。あの、全部買って、基本的に外れっていうのは、これで、まあ、これでメンソールタバコで、これ実際吸ってみて、うわ、まずいわっていう人すら、逆に多分少ないと思いますね。これ普通にメンソールタバコとしては全然、あの、美味しいと思って吸えるというか、まあ、普通に、ああ、普通にこう、ああ、吸えますっていうレベルの、あの、タバコですね、これはね。うん。これは、美味しい。個人的にはこれで550円って言ったら、やっぱ、おぉ、すげえなって。うん。思えるタバコですね。これは、美味しい。特に癖もなく、えぐみもなく、特に、その、なんていうか、その、まずいわーって思う、あの、あれすらない。その、癖っていうか、その、なんていうか、香り、みたいなの。わかんねえっすけど、俺も。わかんねえんだけど、ただ、これでメンソールのこの、これを吸ってみて、うわ、まずーっていうやつすら、そんなにいないと思いますね。この、万能さ。万能さは全然あると思います。うん。こちらは四つ星。ということで、普通に美味しいと思いながら吸えるね、タバコでございます。ぜひ、買ってみてください。ご視聴ありがとうございました。